さあ、この時間がやってまいりました。本日1440番目でございます。さあさあ、問題と選択肢すでに書いておりますが、クラ A のところにはゲットを入れるのかメイクを入れるのか、そしてクラ B にはバットを入れるのかソーを入れるのかというところでございます。いつも通り10秒間で頑張っていただきましょう。お願いします。さあ、クラ A ですが、皆さん、これも右側と選択肢見ていただけるとですね、ああ、あの熟語だね、という感じでよろしいかと思います。うんたらかんたら、えんず。それは皆さん、ミートということでございます。さあ、皆さん、ゲットにしますか、メイクにしますかと言われたら、そりゃあ、皆さん、メイクですよね。ですから、ちょっと知らない方いらっしゃる可能性もあるので、ここまで左下書いてみました。そもそも皆さん、メイク、ボース、エンズ、ミート。ボースは、省略することはできますが、メイク、エンズ、ミート。で、どんな意味ですか？ま、赤字を出さずにやっていくという意味なんですが、赤字ってどこに書いてるんですか？みたいになりそうでございますので、ちょっと皆さんやってみたいと思います。で、皆さん、これ直訳していただけるとですね、両方のお店、エンズ。店、エンド、と言われたら、端っこのことでございます。じゃあ端って具体的に何を表してるんですかと言われたら、収入とそして支出、その端っこでございます。だから収入と支出の端っこをミート、直訳するとこんな感じでございます。合わせるんですね。ですから両方の端っこ、収入と支出、まあ、イメージしていただきたいのは、例えば収入が月10万円、支出が10万円、これをピタッと合わせる感じです。ですので、10万、収入10万、支出10万、おお、まあ、これで皆さん少なくとも赤字は出ないですよね。ですから、収入と支出の金額が同じイメージを持っていただきますと、こういう感じでよろしいかと思います。赤字を出さずにやっていくというところでございます。なんとか生活するという感じですね。ですから皆さん先頭を見ていただきますと、私のお母さんがですね、一生懸命頑張ってですね、赤字を出さずにやっていこうと頑張っている様子が伺えます。で、あと皆さん、クラミーどうしますかということですが、まあ、バットだったら前後反対、そうだったら順接、という感じでつながっていくかと思いますが、クラン B の右側見ていただきますと、彼女、お母さんは私に、まあ、許してくれないんですね。何をっていうと、不要なものを買うことを許してくれません。不要なものを買ってしまうとですね、その赤字になってしまう可能性もありますからね。ですから一生懸命頑張って赤字を出さずに暮らそうと頑張っております。ですから、不要なものをですね、買うのを許してくれませんということです。ですから皆さん、意味内容を捉えていただきますと、皆さん、順接でつながっていきそうですね。ですから、選択肢は、そうが正解ということでよろしいかと思います。このようにですね。ですから皆さん、メイクボースエンズミート、もし知らなければ、皆さんノート写していただいてですね、写したら、やっぱりこれですよね、赤シートで隠して、ちゃんと皆さんスラスラ言えるというところを皆さん徹底していただけるとよろしいかと思います。いけますかね。では皆さん、次回1441番続きますので、今後ともよろしくお願いいたします。